河野太郎です。初めて当選してから今年で25年になります。その間私がやってきたことを一冊の本にまとめてみました。かつてのようにアメリカやヨーロッパで電気屋さんに行けば日本製のものがずらっと並んでいる、あるいは世界中の若者が日本のウォークマンを耳にして音楽を聴いている、そういう時代では残念ながらなくなりました。でも世界中が今、日本が永遠と築いてきた、そして守ってきた伝統や文化、そういうものを親しみたい、そういうものに触れたい、そういう思いで多くの方が実際に日本を訪れてくれる、そういうようになりました。またコロナをしっかりと収めて、もう一度世界中から日本に行ってみたい、そう思ってくれるような日本の国にしていきたいと思っています。まず河野太郎という人間を知っていただきたいというふうに思いました。最初の2章は私の生い立ち、あるいは私の父とのさまざまなやり取り、その中には生態、繁栄食の話もあります。その後は私がこれまでやってきたことを中心にして、少し私が重きを置いている政策について、こんなことをやってきた、こういうことをこれからやっていきたい、そんなことを書かせていただきました。外務大臣、防衛大臣、あるいは防災担当大臣といったことを安倍内閣でやらせていただきました。また現在の菅内閣では規制改革担当大臣、あるいはワクチン接種の担当大臣をやっています。これまで私がやってきたことを振り返りながら、やはり日本が世界の最先端を走れるように、日本の国をこれからも前にしっかりと進めていきたいと思います。バブルが崩壊してから失われた10年と言われながらも、随分長い10年になってしまった気がいたします。我々日本人がもう一度しっかりと自信を取り戻して、かつてのようなこの世界の中で日本が最先端を行く、日本が世界を引っ張る分野が、一つでも増えてほしい、そういう思いを込めて日本を前へ進める、そういうタイトルにしました。特に伝えておきたい。読んでください。読んでくださいですよね。